まだ目開けるなよ。うわっ、ああ、なんでもないから目閉じてて。いいよ、開けて。ケーキなんて高級品、俺に買えるわけないだろ。作ったんだよ、オーブントースターを駆使して。ほら、早く吹き消して、ろうが溶ける。はい、よくできました。誕生日おめでとう。ふん、買ったやつよりすごいだろう。まあ、いちごはちょっとお高いからな。桃缶だけど、上に乗ってるウサギもクマも俺がマジパンで作ったんだ。お前の好きな石膏像のマルス君もいるぞ。だろ。あとこれ、長剣室に忍び込んで作ったんだ。うん、そう、細工も頑張ってみた。気に入ったか。そっか、よかった。今はまだこんなことくらいしかしてやれないけど、いつかこのネックレスに価値がつくような画家になるから。高級レストランやダイヤの指輪はもうちょっと待っててくれるか。俺が作ったやつの方が嬉しいか。安上がりで助かる。いいよ、髪あげて。できたよ。うん、似合ってる。泣くなって。ケーキ食べよ。いや、もちろんそのままホールで行く。あー、待って、俺が食べさせてやる。誕生日だからな、大サービスだ。はい、あーんして。いけるって。ほら、もっと口開けて。はい、あーん。どう、うまい。